え今日はこれからウクライナとロシアの戦いについてぜひお伝えをしたいと思ってます、えー、このところちょっとお伝えするの間が空いてしまいましたいろんなことがあってでもまあメディアはこのロシアとウクライナの戦いは東部も南東部も南部に関しても概して膠着状態みたいなジッパ人からげなえ伝え方しました決してそんなことない その膠着状態に見えても一進一退の攻防をやってますし若干ウクライナが有利に動き出しているところの兆しも見えるんで懸念点も含めてですねウクライナ側に若干立つという前提で伝えたいと思うんですね。でこの世界の目は当然今イスラエルとガザのあの新たに勃発してしまった悲惨な戦争の方に向いてくる当然それはあると思います。ししかし戦戦争争は同じですすこれつががってます2つの戦争が 戦争の構造においては一つなわけですよものすごく大ざっぱな言い方をさせてもらうとガザハマスの後ろに当然イランがついてますよねでイランは一番嫌がってるのはアメリカの仲介でアラブの名士と言われる仲良くないサウジアラビアがイスラエルに寄りついちゃうことを異常なまでにイランは嫌がってるわけですね常にミサイルをイスラエルに向けてセットしてるわけですからイランは。 でそういう流れの中でそのタイミングでガザからイスラエルにあれだけの攻撃があったことが発端になって戦争が勃発して今ガザでえらい悲惨な状態が出てきてしまっているわけですねだからこのイランはロシアに無人機ドローンを提供してロシアの戦争を下出させているところがありますねでアメリカを牽制するためにイランとロシアが結びついていますねでそこに中国も 横目で見ながら絡んできて、2つの戦争にも反米という名の下でロシアに着いたり、イランと絡んで見せたりっていう動きもちょこまか見せてるっていうところがありますね。で、そうやって考えていくとですね、例えば。 パレスチナで起きているこの戦争もです、ね、兄弟宗教であるユダす確かに長い歴史の中ではそういうことがあるわけですが今回の戦争を一つ取ってみればですねパレスチナの戦争そういった宗教をベースに置いているという理由をつけているだけでその周辺でさっきから紹介しているような大国の思惑がうごめいて戦争が勃発しているということをちゃんと見るべきだと思うんですね。 そのせいで結果、向こうの民民間人ガザの病院でも人はいっぱい殺されているそしてこれはハマスの方がとんでもない人間の盾に病院の患者を使ってるんだって見方もあるしイスラエル側はハマスの軍事拠点はその病院の地下にあるんだから戦わざるを得ないそして患者さんはじめ家族はみんな南のほうに逃げてくれなんていうことを調子いいことイスラエルは言ってますけども逃げるに逃げられない管でつながれた患者さん未熟児でその特殊な保育の中に入っている赤ちゃん でそうじゃなくても病院は全くもってインフラが整ってない状態で医師も八方塞がりでやってるっていう現実がある本当に悲惨なことが起きてるし南の方にどん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 人が動いてるって映像がやたらテレビで流れますけれども一方で北部から全く動けない人がいっぱいいるわけですよお金がない南部に行ったって収容できるところが全くない行く意味がないガザにの北部に残らざるを得ないということを選択してる人たちもいっぱいいるとんでもないことがもうやたらめったら起きてるわけですね。 本当そうややって考えるとやらせないウクライナとロシアの今日の眼目の方に行きますけど本当にウクライナの地でウクライナ人が死にそしてロシア兵が血を流して命を失ってるという状況なわけです。で西側ウクライナに支援疲れなんて言葉も飛び交っておりますけども確かに支援疲れはあるでしょうでも支援疲れをここで起こすんだったらそもそも支援なんて本気でする気はなかったことですかって当然ウクライナ側からの目線で言えばなりますよね。 それはアメリカも二正面作戦でパレスチナでこんな戦争が起きたそしてこっち側でウクライナを支援しなきゃいけない大変だそしてアメリカの議会ではまたつなぎ予算でもめてますけども期限が近づいてきてそこにはまだウクライナの支援それに対する予算の盛り込みがない状態ですから本当にウクライナ側はさあどうしようか世界に何をアピールしようかというところなんだと思うんですね。 でもこのウクライナとロシアの戦いっていうのは大国ロシアと事実上西側の NATO の戦いというふうにも見えるわけですからそれは直接 NATO は出てきてませんけどだからここは支援をやらざるを得ないというのが現状だというふうに思われますそこで肝心のウクライナとロシアの戦況を見ていこうと思うんですがまず最初の情報源は CNN です CNN が詳しく伝えているところによりますとまずここは注目だなと思ったのはウクライナ軍の ザルジニー総司令官というなかなか直手の人物がいますが非常に興味深いところをですね、ポジショントークとして世界に向けて本音混じりにザルジニーが語っております戦況は膠着状態なのは認めるとザルジニーは言いつつもし今後長期の消耗戦に突入してしまったらこれは敵方ロシアに有利な方向に傾いちまうということをはっきり嘆くように言いましたこれ何を意味するかお分かりですよね今 西側に向けてアピールせざるを得ない苦しさが滲んでますイギリスのエコノミストという雑誌に長めの機稿文をザレジに送ったわけですがロシア軍の堅固な具体的に言うとあの残壕の防衛線、深く長く残壕を掘ってますここを攻めるのは極めて困難なんですねウクライナは でそれはそこに行く手前の問題としてもう一つ密度が高い地雷原ここを切り抜けるという手立てはです、ね、歩兵を使うという人力も含めてウクライナ軍は取得したんですけれどもロシア軍もまた進化を遂げて今度は一度地雷原をうまく除去することがウクライナ側できてもロシア軍は遠隔操作でもってまた地雷原を復活させるという手立ても掴んでいますで。そうなるとここの 二重三重の包囲網を突破していって例えばザポリージャ南部ザポリージャあたりの基軸のあたりをドーンと攻め入ってウクライナが、えー、ロシア本土とそれからクルミア半島そのつないでる部分を分断するっていうのが一番の狙いなわけなんですよ今までも言ってきたようにところが結果決め手に書いてるのは航空,勢力です空の戦力ですねでこれがウクライナはですねまだ劣勢にあるというところはロシアは読んでるわけです。 でそういうところがしっかりしてないので地上戦でウクライナがかなり攻め込んだとしても今一つ攻めきれないだから「膠着」なんて言葉になってくるっていう流れが見えてくるわけです。地上でのロシアはですね今年の末になんと新たな飛行代替を整備する可能性というのが出てきてましてこういう中でさ 戦況が膠着しているっていうことも言えるわけですがそのベースにもう一つ見えてきているのはドローンおよびその他の偵察技術の問題が横たわっていますウクライナ側からなおこの目線で見ると。こうザルディニーが語っている象徴的な興味深いコメントがあるんです。当たり前のの事実で聞いてててくれ我々ウクライナはロシア敵型の行動を全て把握している しかし、一方敵であるロシア軍は我々ウクライナの行動を全てをやはり知ってしまっている。こういうにらみ合いになってしまっているという状態がある。情勢情報戦始めとしてですね。お互いお,お互いの動きを知っちゃってるから、動くに動けないというところもあるんだ。というふうに嘆いてます。こういった一連の発言は長期戦になればロシアは息を吹き返すんだから、西側の皆さん支援の質とスピード。 これが必要なんだからねという危機感を示したということが容易に差しがつくわけですねで具体的にさらに言うんであればですね、来年の春なんて言ってないで1日も早く兵士を訓練してもらって F-16 を実戦投入したいんだということです空の戦力で上回るためにはね、ここがウクライナの本当に弱いキーポイントなわけですよ アメリカが直接供与しないっていうふうに表向き言っていたってヨーロッパの一部が F16 をっていうことを言ってるわけですからまあ訓練が始まっているわけですけども来春ぐらいにえ飛び始めるんだなんて言ってるスピードを上げなきゃいけないという親家事情がウクライナ側にあるということです。で私も膠着膠着ってこの冒頭からずっと言ってきたわけですけども実は膠着じゃないところをこれからちょっと伝えたいんですけどもウクライナの東部とそれから南部ヘルソンこの計2箇所は 膠着なんてもんじゃなくて膠着の果てにウクライナが若干優位に動き出している兆しも見えてきています微妙なところですがこれね人の命が本当にかかって毎日毎日人が死んでいくわけですからこのあたりのことをちょっと注視して聞いていただきたいなと思うんですけどもこれはロシアの動きとしてプーチンがですね来年の4月大統領選にまた出馬するということを正式に今,今までの規定事実ですけども、まあ、出馬するということを公にした。 これ、ね、どうせあのロシアの選挙ですから対立候補がです、ね、出てきたってすぐに逮捕しちゃうわけですから何らかの角でだから選挙自体がロシアにおいては茶番も極まりないわけですけどでもやっぱり選挙戦となるとプーチンは公にアピールしなきゃいけないでその場合にこう言ってるんですねプーチン側はクレムリンは年内までに東部ドネツク州すべてを占領するようプーチン大統領は軍に国防省に命令を出した模様だなんていうのが情報が流れてくるわけですよ。 でも、ね、それに関してはそんなことはありえない口頭無形な命令ですこれロシアはですねドネツクの半分を占領しておりますがあの例の激戦地バフムトこのバフムトの占領に半年かかりましたよねずっと伝えてきましたでその周辺を今度はウクライナに反転攻勢でじわじわ取り返されて集落など逆包囲ウクライナ側からされそうな今状況にあるわけです。 ドネツクの全土を占領するんだなんてことは無理なことを選挙戦でプーチンをアピールしようとしている。なかなか余裕がないとも言えなくもない。で今はですね。だからロシアとしてはドネツク州のドネツク市とそれから隣接するアウディイユカに3回にわたるロシアは総攻撃をして、えー、わずかながら前進したっていうところはあるんです。ロシア軍。ところがロシアは同時に 多大なダメージを負いましたウクライナの攻撃によって反撃によってアウディイウカっていうのはそもそも重要なところなんですウクライナにとってあの2014年のロシアの侵攻があってクリミアも半島も取りましたそして東部ドンバス地方その一部一部に侵攻したわけですねずっと2014年から戦争が続いてるってことは申し上げてきましたでその2014年のロシアの侵攻からウクライナがずっとアウディイウカというのは守り続けた象徴的なといっていい要塞なわけです だからウクライナのザルジニー司令官がさっきのコメントからさらに加えて 10, 10, 10日の日でしたかね10日に語ったところによるとまあ当然ポジショントークありますから多少ウクライナ側は持ってるところがあるかもしれませんがそこは察菊べきだとは思いますけれどもザルジニーが語った追加コメントによると敵のロシア軍がアウディイウカで攻勢を開始して1ヶ月が経過したけれどもその間に我らがウクライナ軍は なんとロシア軍の100両以上の戦車を壊して250台の戦闘車両装甲車を破壊しておよそ50門の砲兵システムそしてさらには7機の SU-25 こういったところをコッパみじんにしてるんだと。で敵の人的損失つまりはロシア軍が亡くなるロシア軍を攻めておよそ1万人のロシア兵が死んでいる可能性があるというまで言及している。 ちょっとこれは大げさかもしれませんけどかなりのダメージがロシア側にあることで人の命が失われているってことも事実なわけですね。でそういうことを考えていくと要衝アウディイウカを守る全ての兵士に感謝するんだというこの辺りは生き健康にザルジニーも語ってるんです。でここで立ち止まるべきはロシアの兵士の前線の攻勢模様なんです。思えば このプーチンは去年の秋に部分的動員というふうに称して30万人の予備役を召集しましまたよ、ね、で多くの男性がそれを見て大量に国外に脱出しましたよねこれはかなわんって。でしょうがないからと今度はあの民間の傭兵会社例のワグネルを使って刑務所に入っているいわゆる受刑者をリクルートし始めましたよね。 で今度はプルゴジン亡きあと正規軍ロシアの国防省が受刑者を前線で受け継ぐという形になった今どんどん受刑者を最前線にロシアを送ってるんですよ。で先月の26日だったアメリカのワシントン・ポストによりますとですね戦争前にロシア国内でざっと42万人いたという刑務所に入っている受刑者が直近の調べだと26万6千人にまで減っている。 かなりウクライナの前線に送り込まれているということは容易に見て取れるでもはや国を挙げて受刑者を戦地に今送っている状況なんですねで、その受刑者の兵士の集まりをストーム Z と呼んでいるんですがご興味がある方も知っていると思いますがストーム Z 訓練もしないでいきなり前線に送り込まれていざ今度はいきなり立つんで都市け間立つで逃げようとすると正規軍から射殺されるわけですよまあむごいことがいっぱい起きてるわけです で一方正規軍の方だってこれは戦況不利だと思ったりすると戦うことから敵前逃亡逃げようとしますよよねで逃げようとする正規軍は毎週100人ペースで増えていってるわけですよ逃げ始めるっていうそうするとロシアとしては今以上に受刑者に頼らざるを得なくなってきていてロシア国内の刑務所がガラガララになななるるるんんじゃいいいかって言ってる人もいるぐらいなんですねでしかし一方ではロシア国内はですねとんでもないことを言う人間も当然多くて。 重罪を犯したものを養うために税金を使うぐらいだったら国のためにウクライナ行って死んでもらうじゃないかとロシアの占領地を守るためにという声も一定量あるっていうんですよ。でこういうディープな情報はどこから取ってるかっていうとこれは言わないと失礼になりますね。これはですね下から目線がキャッチフレーズのタブロイド記者歴何十年のともしびりんたろーさんという方の記事から私は引用させてもらいました。ありがとうございます。現在の硬着状態を 動かすのはですね、キーはどこにあるかというとウクライナ目線でなお見ると南部ヘルソンのドニエプル川の渡過作戦ですこれがどこまで進行していくかここがもう鍵を握ってますねロシア軍の支配地のドニエプル川東岸に渡過した渡ったウクライナ側の兵士はですね、その数300から500人というふうに見られていますそしてウクライナ製の装甲車 BTR-4 も 対岸に一緒に運んで本格的な攻勢を取るというそのあたりの動きがちらほらウクライナ側に見えてきましたかつて、えー、比較的早めにこれ知ってる方多いと思いますけれども南部ヘルソンの港町の西岸ドニエプル川を挟んで西岸の方は、えー、奪還しましたウクライナがしかし川を挟んで都下作戦含めて東岸の何とか踏ん張っているロシア の占領しているところを取る行動がなかなかしづらかった例のまダムを決壊させてロシア側が事実用そ,れでそういう反転構成を阻んだこといろんなことがあったわけですねでもついにここへ来て都下作戦で大きな動きが出てきたってことが見られるわけですでこれはロシアが何回も言ってますが占拠している南部クリミア半島とロシア本土を結ぶ補給の網を寸断する作戦でもあるわけですから東岸に 川挟んで東岸に前線基地をウクライナが築けるかどうかここが分水嶺になると思います、ね、でこれが動き出したらウクライナ反転攻勢かなり進んだって話になってくるさあここがどうかというところです。おなじみのアメリカのシンクタンク戦争研究所 ISW はですねロシア軍の司令部はザポリージャ州の例えば西部で防衛作戦必死になってやっている。 それからウクライナの東部で必死のさっき冒頭でずっと申し上げたウクライナの東部で必死の攻撃を維持しているロシア軍はあまさえそれに加えて今言ったヘルソン東岸でのウクライナの作戦に対応してみせるロシアの増援部隊こういうものの再配置っていうのは今難しいとだからさっきの、まあ、受刑者のストーム Z の話もそこで関連してくるわけですがここまでは回らないだろうとヘルソンの東岸。 だから、ウクライナの渡過作戦を阻止する兵士っていうのは、もうロシア側にこの東部ヘルソンに関してはないんじゃないかっていう見方が徐々に徐々に出てきました。本当にウクライナの反転攻勢が今、分水嶺を迎えているっていうギリギリのところになってきているところが伺えます。今日は以上です。